死んじゃったな。うん、高校生でも突然心臓って止まるんだな。ミオさんと両思いになれますように。井の頭公園にさ、ボート乗り場あるじゃん。うん、そこの受付やってる女の人なんだ。神田の気持ちミオさんに伝えてあげたらいいんじゃないかな。すいません、すいません。美味しいお団子食べたんだら、君たち二人もいいことあるかもしれないよ。なんだよ。え、帰れよ。やだ。何言ってんの。私まだ帰りたくない。今はもう君の愛しい声も笑顔も全部思い出になったけど、僕はずっと忘れない。また